このまといの儀式は神主さんたちの7日間の忌みごもりを終えて、この1年間の豊作と安全を祈願する祭事です。今日のこの神事は秋祭りと並べられ、2大神事の一つになります。弓の的の裏には鬼という字が書かれているそうです。世の中の悪いもの、病気とか災害、疫病のコロナも含まれています。そういう良くないもの、鬼をやっつけるという意味合いがあるようです。最後の弓引きはやはり宮司の松崎さんです。私の高校の同級生でもあります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。